今日もわらびを取ってきましたね。たくさんありました。昨日のより開いてないですね。立派なわらびです。混ぜご飯の具になりますね。で、昨日混ぜご飯が頭に浮かんだので、その帰りに、セリを取ってきましたね。これです。立派なセリですね。若々しい風味豊かなセリだと思います。近くの小川に取りに行きましたね。まだ芽が出てなごなってなくてちっちゃいですね。風味豊かだと思います。これで明日、休みの人にお願いして混ぜご飯を作っていただきますね。ということで、混ぜご飯の具集まりました。